驚愕したのが、あるステーキ屋さんによく行ってたんですね。オイルかけてたら意味ないやんけって思った記憶があります。そしてその、皆さんこんにちは、大野久乃です。本日は痩せない最悪の習慣4選っていう話をしていきます。痩せない習慣ってやっぱりあるんですよね。で、僕が繰り返しお話ししている通り、ダイエットに大切なのはもちろん皆さんお分かりの通り、カロリー収支と PFC バランスです。それがやはりメインです。言ってもこれが一番大切だけど、カロリー収支も PFC も計算しないと自分がそれが正しいかどうかが分からないというか、実際どれぐらい取ってるか分からないじゃないですか。で、ほとんどの方はやっぱり計算はしていないと思うので、そういったことを度外視にして自然と、カロリーが増えていってしまうし、 PFC バランスも悪くなってしまうし、痩せにくいような状態になっちゃうっていう習慣、しかも結構皆さんがやってる可能性が高いものを4つ集めて話していきたいと思います。これに該当する方多分たくさんいると思うので、これ私じゃんっていう風になったらちょっと気をつけて改善していただけたらいいかなと思います。じゃあ一つ目、短い睡眠です。現代人の方忙しくて寝れてないっていう方多いと思うんですよ。仕事が遅くまであって家に帰ってついついネットフリックス的なものを見たりとか、なんかゲームとかゼルダとかやったりとかしててですね、睡眠時間短くなっちゃう。僕もよくあるんでわかるんですけど、実は睡眠時間が短いと痩せにくくなります。まず一つ、睡眠時間が短いことによって脂肪が減りにくくなる可能性があります。また短い睡眠になってしまうことで食欲が増加してしまうという可能性もあります。ですので睡眠時間が短いこと、それだけで食べてる量が多くないのに痩せにくくなる可能性が高まっちゃうわけですから、これ損ですよね。睡眠時間が短いと頑張って筋トレをやろうにも力が出なかったりして、パフォーマンスが下がり、筋トレの効果も減っていってしまうかもしれません。ですから寝ること、オウンでも食事、運動、睡眠という3つの柱を掲げていますが、睡眠ほど大事なものはない、寝ることが一番大切ということで、短い睡眠気をつけて行ってください。なるべく7時間とか、少なくとも6時間ぐらいは取れるといいかなと思います。2つ目、甘い飲み物を上飲しているです。これはめっちゃ多いと思います。飲み物は、みんな誰でも水飲むと思うんですけど、水やお茶を飲むんじゃなくてカフェラテとか何かしらのフルーツジュースとかココアとかを上飲してる人、僕の観測下では結構多いんですね。それを水分代わりにしちゃう。コンビニで喉が渇いたって言ってココアとかフルーツジュースとかを飲んじゃう。それって、喉が渇いたわけだから水分だけを取ればいいわけじゃないですか。でもカロリーが含まれてるものをごくごく飲んじゃうのは、ちょっと良くないですね。しかも水分っていうのは食べるものに比べて簡単に摂取しやすいという面があります。甘くて美味しいと思うんですけど、自分自身の満足度以上にカロリーを摂取しやすい傾向にあるので、水分はなるべく水かお茶にした方がいいんじゃないかなと思います。僕だったら飲み物でそんなにたくさんのカロリー取るぐらいだったら固形物のアイスとか食べた方が満足度高いので、そっちがいいかなと思います。同じカロリーだったら、満足度高いものにした方が食生活もいいんじゃないかなと思います。で、3つ目、ニートが低いです。体脂肪が多い方とあまり体脂肪が高くない方を比べて、体脂肪が高い方の方が日常生活の時間で座ってる時間が長いというデータがあります。つまり非活動的だとやはりちょっと太りやすいというふうに言えます。単純にですね、1日に歩く時間がよく歩く方だったら、30分とか歩くと思うんですよ。で、リモートワークとかお家の仕事とかで全然歩かないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、仮によく動く人とよく歩かない人で30分間ぐらい歩行の時間に差があるとするじゃないですか。30分の歩行ってカロリーで言うと体重にもよるけど、例えば体重60キロぐらいの人だと、70キロカロリーぐらいは消費すると思うんですね。歩くスピードにもよるけど、だいたいそれぐらい消費すると思うんですよ。70キロカロリー日常生活でよく動く人と動かない人では差がある。たった70キロカロリーと思うかもしれないけど、70キロカロリーを1ヶ月30日で考えてみたら、これ2100キロカロリーに相当するわけです。30日かける70で2100キロカロリーを、それを4ヶ月続けたら8000キロカロリー、脂肪1キロぐらいに相当するというわけです。これが1日2日の話じゃなくてずっとの話だから、日常生活の活動量が多い人の方がそれはもちろん痩せやすいですね。筋トレをしたりするのももちろん素晴らしいことなんですけども、筋トレ以外の日常生活の運動が知らず知らずのうちに少なくなってないか、階段を使わずについついエレベーターやエスカレーター使っちゃうとか、ちょっとの距離でも車を使っちゃうとか、タクシー使っちゃうという風になってないでしょうか。そういった時はカロリー消費チャンスと思ってですね、ぜひ
歩いてみてください。で、4つ目、コンビニと外食率が高すぎるです。これはカロリー計算をしている人だったらそんなに問題ないかもしれないんですけど、外食とコンビニ食率が高いと知らず知らずのうちに摂取カロリーは多くなってしまいます。外食やコンビニを利用しててもそれがきちんと計算できてて1日のトータルカロリーの中で収まってれば問題ないですが、まあでもそもそも外食だとカロリー計算できないですよね。このお肉に対してどれぐらいの調理のための油を使ってるかどうか分かんないじゃないですか。コンビニだったらまあカロリーが書いてあるから見れば計算できますけれども、僕は結構前驚愕したのがあるステーキ屋さんによく行ってたんですね。牛肉を食べたいと思って筋肉のためにタンパク質取るために牛肉食べてたんですけど、ここだと、まあ、300g の牛肉だからカロリーはこれぐらいかなって思ってたんですよ。でも焼いてるところをそのお店は見れるんですけど、なんとなく焼いてるところを見てたらその牛肉をこうパッと持ってオイルをブワーかけてたんですよ。なんかピューって出るやつで、なんかお好み焼きとかでマヨネーズピューって出るやつ、あのなんか細いやつあるじゃないですか、あの感じのやつでオイルでこう肉バーってやってて、えっと思ってバーってやって、僕のスカウターによると多分 15g はかけてますね。そうするとお肉がこの鉄板的なものにくっつかないし綺麗に焼けると思うんですけど、せっかく赤身肉頼んでたのにオイルかけてたら意味ないやんけって思った記憶があります。そしてそのオイルを、まあ、計算に入れることもどれぐらいの実数の量がわからないから、まあ、計算できないなと思った次第です。そういった感じで食材を見てこれぐらいのカロリーかなと思ってたとしても、実は調理にはそれプラスアルファで美味しくするために、お店側は悪くない、お店側の美味しくしよう、お客様を楽しませよう、美味しく食べてもらおうっていう努力の上のことだから悪くないんだけど、お店屋さんのそういった工夫によりカロリーが知らず知らずのうちにプラスされてるってことがありえます。牛肉だから OK とかお肉だから大丈夫みたいなことじゃなくて、意外にカロリー高いかもしれないんで、やっぱり外食は対応しない方がいいかなと思います。僕は基本的に計算を推奨しているので、計算できないものはなるべく食べないようにした方がいいかなと思います。なんでなるべく自炊するのがいいかなっていう気がしますね。まあ、もしくはチェーン店とかだとホームページにカロリー書いてあったりしますからね、そういったところだったらある程度安心して食べれるかなとは思いますが、っていう感じです。以上が太りやすい習慣4選でした。私当てはまるなっていうか、まあ普通に生きてたらこの4つ絶対どれか当てはまると思うんですけども、より健康的でフィットネスな日常生活、やすやすい習慣を身につけるためにこの4つ気をつけてみてください。参考になりましたでしょうか。今日の動画はここまでになります。面白かった、ためになったと思われる方はチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。運動、食事管理、睡眠を最大限に高めることができるアプリ OWN のダウンロードは概要欄からよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。さよならー。